某はアメリカ合衆国大統領一家であるオバマ家のペットである。某はオスのポーチギーズウォータードッグで虚勢されている。数ヶ月にわたる飼育の後バラクオバマ大統領とその家族に送られた。娘のマリアオバマにペットアレルギーがあるため最終選定ではアレルギーを起こしにくいことが考慮された。ホワイトハウスはファーストドッグと呼んでいるがこれは 最近の米政権が用いている用語である。詳細は、ポーチュギーズウォータードックを参照ポーチュギーズウォータードックはかなり珍しい犬種である。イギリスの2009年クラフツコンペティションでは48頭しかエントリーしなかった。ザニュー、コンプリートポーチュギーズウォータードックの著者キティ・ブラウンは、北米には約5万頭のポーティがいると考えている。ブリーダーの中には、 ポーチュギーズウォータードッグは低アレルギー誘発性の犬種であると主張する者も,もいるが、それを立証する科学的な証拠はない。某はテキサス州ボイド在住のブリーダーであるスターン夫妻によって9匹の仲間と共に飼育された。そのうちの1匹はエドワード・ケネディ上院議員のキャピーというポーティでオバマの勝利を祝してホープチェンジと名付けられた。オバマ家とボ某ボは ある人物によって、スターン夫妻から買われたが、結局、その新しい飼い主は某を夫妻に返した。購入の際、もしうまくいかなかった場合はその犬をブリーダーに返却しなければならない、という契約を結んでいたのである。2009年1月5日、某はケネリのしつけトレーナーで、バージニア州、ヒューム在住のドーン・シルビアによって登録された。某バマには、 リコという兄弟がいる。リコの飼い主はテキサス州ヒューストン在住のサラダット夫妻である。次期大統領として望んだ最初の記者会見でオバマは記者から一家が購入する予定の犬種について尋ねられた。それに対しオバマは私たちはシェルタードッグを望んでいるがシェルタードッグの多くは雑種だ。私と同じようにと答えた。また、 マリアはアレルギーを持っているので、アレルギーを起こしにくい犬である必要がある。低アレルギー誘発性の犬種はたくさんある。とも語った。1月初旬にマリアがジョージ・ステファノプロスに対して番組の中で彼女の父にある質問を尋ねるように頼んだ。その質問への回答の中でオーバマは彼女たちはラブラデュドルやポーチューギーズ・ウォーター・ドッグのような 中型サイズの犬に絞ったようだ。そこでそれらの犬がいつから来られるのか、シェルターを調べ始めるところなんだ。と語った。その結果、オバマ家が犬を探していることが大きく報道された。2009年4月12日、オバマ家は、間もなく、ケネディ上院議員からの贈り物として、生後6ヶ月のポーチュギーズウォータードッグの子犬を、受け取ると、アナウンスされた。その犬は、 数週間前に職員がザ・ミーティングと呼ぶ融和性や評判の評価を行う秘密会議の中で家族の元を訪れたと報道された。しかし2009年4月14日にホワイトハウスに公式に引っ越しすまでは受け取られなかった。某が届くとすぐに家族はホワイトハウスの南庭で某と一緒に記念写真を撮った。その場でオバマは某を オーバルオフィスの中に入ることを許すか尋ねられ、もちろんと答えた。彼はまた、トルーマン大統領の、あなたがもしワシントンに友人を欲しいなら、犬を飼いなさいという有名な言葉を引用した。後日ホワイトハウスのウェブサイトが更新され、某の公式写真と詳しい経歴が掲載された。ホワイトハウス到着時、首に例をかけられた、某アメリカンケネルクラブの飼育登録には、 アミーゴズニューホープとして登録され、元の飼い主はチャーリーと名付けた。その子犬の現在の名前、ボーは、オバマ大統領の二人の娘マリアとサーシャによって命名された。その名は、彼女たちのいとこの飼い猫とミシェル夫人の父のニックネームであるディドリーに由来し、また同時に、歌手のコボディドリーにもちなんでいる。2009年6月、 ホワイトハウスは一枚のベースボールカードを発行した。表面には、某の新しい公式ポートレート写真が、裏面には、鉱物は、トマト、まだ泳げない、といった、それらしい情報が載っている。そのカードは、自分の住所を書いた、切手付き封筒をホワイトハウスに送ると入手できる。オバマ家は当初、シェルタードッグを強く要望していたようだが、それを公式には表明していない。 2008年の夏、動物福祉団体のベストフレンズ動物協会は、オバマ家がシェルタードッグのような保護されている動物を飼うように求める、請願書に5万人の署名を集めた。実際には、某はケネリ家からの贈り物なので、シェルタードッグではない。セザール・ミランをはじめ、犬の専門家の中には、某はレスキュードッグと呼ばれるより、大きなグループに属すると考えられる。 と主張する者も,もいる。というのも、某は最初の飼い主のもとで失敗したのである。ある年長のメス犬と一緒にさせられた際、某は吸入しようとしてその犬に嫌われてしまった。オバマ家はシェルタードッグへの指示を示すため、コロンビア特別区動物愛護協会への寄付を約束した。某と一緒に歩くオバマ家某はシェルターから迎えられたわけではないので、 動物福祉支持者の中には、この点を批判する者もいる。米国動物愛護協会は、ウェブサイトで、セカンドチャンスドッグを受け入れてくれた、オバマ家に感謝する声明を出した。同時に、ブリーダーを調べるべきではない、とも付け加えている。ホールの中を走るボート、大統領印刷媒体で、ボートの最初の面会を許可された、ワシントンポスト紙のマニュエルロイ・フランツヤは、 その子犬を次のように表現した、某はハンサムな男の子だ。ホワイトハウスでの公式な場によく調和している。彼の外見はタキシードブラックで白い胸、白い足、そして洒落た髭を持っている。動物の倫理的扱いを求める。人々の会はオバマ家が友人家族からその子犬を贈り物として受け取るという選択が大統領を某の虚勢に走らせていると主張した。 しかし実際には、オバマ家が迎え入れる前に、ボウはすでに虚勢されている。ボウの犬種であるポーティーへの関心が高まることが予想されたため、米国ポーチギーズウォータードッグク,クラブは、その取得を検討している人々に対して、この犬種が自分のライフスタイルに合っているか確認することを求める声明を出した。ポーティーは、ケネルで長期間一匹でいないようにする必要がある、と助言している。 ボーがファーストファミリーに加わってすぐ彼を取り上げた4つの児童図書と1つのぬいぐるみの出版・製造が発表された。2009年7月17日、著述家のベングリーマンはニューヨークタイムズ紙でボーのオフィスでの最初の100日間に関する記事を書いた。2010年3月16日に放送されたヒストリーチャンネルのライフアフターピープル最終回ではプロデューサーが 人々がいなくなった後に、某の生涯が、どのようになるのか想像した。ありがとうございます。